もライパッチです。はい、本日は、はい、野球の練習をします。はい、いつもしてます。やっぱりいっぱいいた方がいい。野球いっぱいいた方が練習になる。はい、というわけで本日はゲストを呼んでます。ゲスト、はい、どうぞ。おはようございますデスパイネ選手と甲斐選手。そうです。はい、ソフトバンクホークスから来ました甲斐です。いや、アイムデスパイネ。いや、バテンノのお二人に来ていただきます。マジっすか。ありがとうございます。マジで呼んでいい。あ、でも連絡したらぜひと。はい、はい、もちろんでございますよ。野球はいつもやられるんですか。僕らアフロモンキーズさんの、はいはいはい、これがアフロモンキーズさんのチームのトータルケンボさんのやつ。これはソフトバンク。はい、これはあのモノマネ番組出た時に、はい、あのいただいたやつを、はい、やっぱり、はい、外国人選手ローリングさん。やっぱローリングさん、やっぱこれでしょう。やっぱ似合うな。やっぱ申し訳ないですけど、僕の手には水野より馴染むんですよ。ローリングさんの方が今日買ってきた。確かにめっちゃ楽しいですよ。だからやめろ。1月1日に買ったんだけど1回も使ってなかった。僕やっぱりその野球、そのね、やっぱこの課題でいうのもあれなんですけど、はいはいはい、まあ、99% もう今は見る専門というか、はい、そうなんですね。そうなんです。ほとんどその行けてなくて。あ、なるほどっすね。ただやっぱ小学校の時は僕半端じゃなかったんで。はい、なんか聞いたところには怪物だった。あ、まあ板橋の怪物って。一応少年野球のその記録で26打席連続長打っていう。長打です。2塁打以上。はい、でこれもしかしたら板橋の怪物の飛距離出るんじゃないですか。まあ、作語やるんじゃないですか。ね、そうですね。ちっちゃい球場や。やっぱメジャーからしたら、うん、片手で放り込んじゃうからな。本当か。後悔する。後悔する。はい、というわけで本日はバテンローのお二人と楽しく野球をします。果たして出力は。オートニーさんだいぶ小ぶりに見えますね、やっぱね。そうです。アントニーに隠れてるからあんま気づかないんですけど、僕もなかなかデブなんですよ。森友哉と同じ体型。お願いします。キャッチボール、ライパチと。でかいっすよね。身長いくつあるんですか。186ですね。デスパイネ超えてる。18キロあるんで。あ、デスパイネ二回りでかいです。そうですね。はい、リトル・キワラとかプリティ・長島とかものまねしてるじゃないですか。はい、僕名前付けるならビッグ・デスパイネ。そうですね。本家よりでかい。大きくなっちゃってる。やっぱ日本人にはいない体格なんです。そうっす。いや、足が長いっていう。めっちゃ足長い。足長い、本当に長い。それでだって今下げてるでしょ。下げてる。あ、そうなんですか。上げ上げ。だから痩せればね、ダルビッシュと同じ体型なんですけど。小学校の時はピッチャーですか。ピッチャーですか。大谷さんは。僕は小中高ってピッチャーやってました。いや、ピッチャーですね、お二方。ずっとダルですって言われましたよ。バルビーノ、はい、バッターボックスだったらマルティネス、投げればガルベス。もうあのガルベスが覚えてます。はい、審判に向けてボール投げたじゃないですか。甲子園ですよね。もうあの次の少年野球地獄でした。もういじられ方いかつかったっすよ。お前やめろよみたいな。はい、これで石川の独立、はいはいはい、石川ミリオンスターズの始球式やったんですよ。はいはいはい。でその時に、うん、この体格のやつ、はい、ユニフォームあるのかなってなって、でも1個だけあったんですよ。はい、したらあの元あの阪神のマテオが、はい、あのミリオンスターズに入るはずだったんですよ。来日しなくて、はい、マテオのために用意してたユニフォームがあるって。そのマテオのユニフォーム着て。ジャストサイズですか、それ。ジャストサイズです。マテオのユニフォームで投げ込んで、はい、あの福井ミラクルエレマンツの1番バッターに作声を歌います。はい、ストライクだと思ったらもうえげつないホームランから。なるほど。アントニーのいやー素晴らしい。すごい。肩肘大丈夫ですか。あ、まあ、いい感じですか。はい、まあ、頭の通り越して消耗しだします。頭のところで消耗しだします。はい、だから僕小5でマックス118キロだったんですよ。早いっすね。だいぶ投げてて、はい、でも小5の終わりには肘壊したんですよ。で早熟でした。いや、はい、次バッティングいきますか。お、気持ちよく。
ましょう。お願いします。ちょっと今日逆風なんですけどね、大丈夫ですかね。ちょっとね、ええあそこでいいの？あそこで大丈夫ですか？逆風ちょっと減ってますけど。いやもう全然あれぐらいだったら。あれ120ぐらい？どう見えてるんですか？どう見えてるんですか？あれ120ぐらいでしょ？あそこで思わせるってこと？そう、見てる人も大体分かってるまさか両翼120でセンター150の球場、いやそんなとこあるんすね。昔のファミスタでしかないですよ、そういう球場。こんぐらいな、まあ、いきますか？行きます。まあまあ、ヤンキースタジアムにもね、放り込んだことあるから。いやいやいやはい、まずはライパチが打撃を披露します。ちょっとこの辺りで、やっぱアフロモンキーズ入団が決まるか決まらないかっていう、なるほど、確かにしっかり見てますから。後ろでクロマティに近いのに、ね、ちゃんとトータスに報告しないと。ちゃんと見ていますね。ライパチの構えもちょっと気にしていただいて、ちょっとこの独特な、ちょっと待ってください。どうしました？クロマティさんどうしました？あの楽天のブラッシュじゃないですか、はい、いやいや、ブラッシュさんが真似したんだと思いますよ。いやいや、ブラッシュの打ち方、すげえ。これこうなんですよ、ブラッシュ選手も黒人、外国人真似できますよ。違うんだよな。違うね、本物を見せてる。似てる、似てるな。いやいや、それはブラッシュはこうですよ、肘こうで、ちょっと似てるな。ちょっと似てるな。ここ揃えたら確かに。さあどうぞ。さあ、ラブさん。おーい、まあまあ悪くないわ。悪くないですね。悪くないです。悪くないです。うるせえな、それ。おー、いいですね、いいですね。鋭い一戦で。上がりすぎだね。その、怒った検証をつぶやいているだけかもしれない。コーチというよりはちょっとドライブかかっちゃってるよ。そうですね、だからそのジャンルで言ったら、元レッドソックスのオルティス。またそこも黒人選手なんですね。よし、はい、おー、まあ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 、まあ、言った通りにやったらそれは超えていきますね、やっぱね。いや、言われてましたよ。あのレッドソックスのオルティス。ジャンルで。ジャンルで。オルティス。オルティスになってください。おあ、これはいい。いや、すげえ。完璧。うわー。こっちどうですか？いや、参りました。いや、終わってしまう。あっさり。あっさり。とは言いつつも、アントニーさん。板橋の怪物でした。驚愕の打球を放ちます。お前、います。うわ、その様子は明日公開、お楽しみに。おお、お知らせ、現在予約受付中の兄貴のピッチング講座、発売前ベストセラーありがとうございます。そして11月23日土曜日イベント開催も決定、詳細は動画概要欄にてチェック。じゃあキャッチャー関わらず、すべての野球好きさん、何でもありの兄貴トークお待ちしてます。